はいたーい。時計は午後10時30分回ったところです。小室百合の夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション専門家、小室百合です。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本メーカーいきなり団子七尾庵、占い癒しところ薬務庵、 MJ リサーチ総合探偵社、琉球食系ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りしております。ゴールデンウィーク月間ということで、夜サプリはいつもお世話になっている先生方にフォーカスを当てるウィークやマンスとなっております。今週は盛りだくさんなので、サクッとコーナー紹介いっちゃいますよ。よろしくお願いしますね。ついてきてください。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、サプリなお客様、この方が来てくださいました。 MJ リサーチ総合探偵社現役探偵の若梅秀隆さんです。いつもはね、ズームでお話を伺っているんですけれども、2年ぶりですね、対面でのインタビューをしてまいりました。やっぱりお顔を見ながら、直に目を見ながら話せるっていいですね。お楽しみにしてください。そして若梅秀隆さんが担当していただいている探偵サプリ、いよいよ今週から本職の探偵の真骨頂のお話が聞けるようです。こちらも楽しみにしていてください。 DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修による、あなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、来週薬務先生お誕生日ということで、今週はお誕生日の過ごし方、そして喜び方をテーマにしております。番組では皆さんからのメール募集しています。番組への感想リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談をお待ちしておりますよ。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 インフォメーションの info、 友達のフレンド、里のヴィレッジc.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。ご住所、お名前、お電話番号を必ず明記して送信をお願いします。たくさんの応援メッセージお待ちしております。サプリなお客様、本日のサプリなお客様、この方に来ていただいております。 MJ リサーチ総合探偵社の若梅秀隆さんです。若梅さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。普段はというか、ここ2年ずっとこの夜サプリもズームでお話を伺っていたんですけれども、2年ぶりの対面でのインタビュー、はい、はい、ということで、今日はですね、MJ リサーチの本社、東京は中央区の新富町にある MJ リサーチ総合探偵社さんの本社にお邪魔をしております。はい、ありがとうございます。やっぱり対面いいですね。そうですね、直接話した方が話もこのしやすいですし、まあ、顔見て話せるのが一番いいので。本当ですよね。これ言っちゃうとね、あのオンラインってやっぱりねってなっちゃうこともあるんですけれども、うん、オンラインはオンライン、そうですね、対面は対面、いいところをそれぞれうまく使いながら、はい、うん、ということで、今日はですね、まあ、3ヶ月前に若梅さんには一度ゲストで来ていただいて、はい、それからMJ リサーチ総合探偵社さんと夜サプリの方で、はい、はい、探偵サプリ、こちらを担当していただいて本当にありがとうございます。いやいや、こちらこそ、あの非常にあの反響もあって、ありがとうございます。ラジオ聞いたよって言われる方も非常に多くなりましたので、ありがとうございます。嬉しいです。若梅さん、
もともとお話しされるのすごく上手ですよね。そんなことないですけどね。今も緊張してますよ。マジですか、はい、私だけですかこんなにヘラヘラしてるの。さて今日はですね、もちろんこのインタビューにお邪魔しているのもあるんですけど、実は MJ リサーチ総合探偵社さんと小室由里がちょっとねコラボレーションをさせていただく運びとなりまして、はい、非常にありがたい話で、まあ、こちらからオファーさせていただいたんですけども、まあ、まずあのセックスレスとかそういった再構築の記事をまあ監修してもらって、はい、まあ、そこがすごく反響が良かったので、はい、まあ、あの弊社の方でですね、まあ、浮気調査とか婚前調査、あとは家出調査とか、うん、そういったあの特設ページがあるので、そちらに小室由里さんのまあ潜在としてちょっとお写真を載せてもらって、はい、あの使わせていただきたいなというような、はい、コラボ企画になってます。ありがとうございます。なのでこれ聞いていただいて、まあ5月中に MJ リサーチ総合探偵社さんのホームページないし特設サイトを見ていただくと、あ、小室よりいるぞっていう状態になっていくのかなと。そうですね、はい、はい、今言ってたんですけど婚前調査って多いんですか。多いですね。やはり浮気の2番目ぐらいになるんですけれども。意外多いです。いや昭和の話かと思ってたんですけど、そんなことはない。はい、やはりあの親御さんとして、はい、まあ、娘さんや息子さんの結婚相手であったりとか、うん、あとは今マッチングアプリとかそういったのであの結婚っていうの増えてきてるんで、うん、実際にその相手がどういった人物なのか、本当に合ってるのかどうかっていうような、うん、あの依頼が多くなってます。親御さんが入ってくるって余計なお世話じゃいってこう思っちゃうかもしれないなって私だったら思っちゃうんですけど、はい、いやいやそんなことは決してない。実際にその親がやっぱり心配する相手っていうのはちょっと裏があったりするんですよね、うん、例えばあの勤務先とかも言ってても本当にそれが合ってなかった、実は合ってないとか、はい、あと中でちょっとひどかったのは、はい、まあ、もう婚約状態になって、うん、で実際調べてみたら相手は既婚だったっていうこともあったので、うん、そんなこと聞いてないよっていう話で、うんうんうん、だもう調査をするとやっぱりいろんなところが見えてきてますから、親御さんとしてもなんか怪しいって思うんですかな、はい、どこが怪しいって思うんだろうな。あのよく言われるのが挨拶しに来た時に態度が嫌だったとか、はい、服装がひどかったとか、はい、常識がないっていうところがまずスタートになって、はい、でそこから娘さんとか息子さんの話聞くと、あれこれちょっと変じゃないっていうふうにどん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 親は深読みして、うん、で一番は結婚させたくないっていうのが多いから、じゃあ調査してみようっていうふうに踏み切るパターンが多いですね、うん、その婚前、調査で、はい、対象者だから調べる対象者の方は男性が多いんですか、それとも女性が多いんですか。そうですね、男性の方が調査対象が多いパターンが多いですね、うん、じゃあ女性のご結婚を考えておられる方、はい、またはそのご家族が依頼に来られるっていうパターン、はい、うん、大体の7割ぐらいがそっちの男性を調べたいっていう感じになりますね、うん、その調べた先に今おっしゃってくださった既婚だった、はい、以外にもこんなことってあるのっていうパターンってあります。そうですね、勤務先、まあ、会社経営してるっていう話だったりとかするんですけど、はい、全くしてないと、うん、要は働いてないっていうパターンとかがありました。それでよくデートできますね。いやどこからそれをお金を捻出してるかは分からないんですけどただずっとパチンコを打ってる、一日中打ってる人だったりとか、あとはその、まあ、バイト、うん、実際会社経営してるって言ってるのに全然違う、うん、もうコンビニじゃないですけどそんな簡単なバイトをしてたりとか、うん、そういった、あと家とかが、うん、もう話してる内容と全然違う、ボロアパートで住んでるとか、うん、そういうの結構多かったりしますね。そういうのって一回嘘ついちゃうとこう嘘で嘘を塗り固めちゃうんですかね。言い出しづらくなっちゃうのかな。もう言えなくなっちゃいますし、その嘘をつくことによってその相手もどんどんまたのさ、うん、新しい嘘をつき続けちゃうっていう、うんうん、だそうするとやはり結構難しくなってしまいますし、うん、で注意したいのはそこでお金の受け渡しっていうか貸し借りが発生しちゃいますと結婚詐欺になるので、あ、
そうか、はい、ちょっとお金貸しといてっていうその一言が今度その偽証だけではなく詐欺もくっついてくるっていう。で本当そこも多くなってきてるんで、やはり結婚詐欺の依頼も多く受けてますし、うん、やはりそこまでになってしまうとしっかり証拠を取って、うん、やはりの、まあ、婚姻の事実とか、うん、まあ、しかもお金をこの渡しちゃってるんで、それを返してもらうということで訴えを起こすとか、うん、っていうことも調査の証明として、うん、証拠として提出しますし、うん、あと中にはやっぱりその体目的だけっていうパターンもあるんで、はい、実は別に他の彼女がいたりとか本命がいたりとか、うん、でそういうのを調べて、やはりあのこのまま付き合うのもまずいよっていうことを調べたりもします。いやー、 SNS のマッチングがね、そう、非常に多いので、あるからこそ、情報がいっぱいあるからこそ、うん、迷うようになっちゃったんですかね、我々は。そうですね、やはりあの、まあ、今つながり SNS とかいろんなことで情報もすぐ流出しますし、はい、インスタであったり Facebook で、うん、そこだけってただ見えてる一部だけじゃないですか、うん、本当のとこがやっぱりわからないので、うん、そこを調べるにはもう長く付き合うか、うん、自分たちに調査依頼して裏の本当のところを調べるかみたいな、うんうん、そこで本当のお付き合いまたは結婚を考えるべき、うん、やはり人生に、まあ、本当一度にか二度しかないようなことですから、はい、結婚っていうのは、うん、まあ、そこ人生の分岐点だと思ってるので、うん、しっかり調査したいなと思ってます。ありがとうございます。さて MJ リサーチさんなんですけれども、今後こういう展開を考えてますとかもしあったら教えていただきたいんですが。はい、いやいや、あの弊社であの YouTube、 MJ リサーチの公式 YouTube をやっておりますので、はい、やはりあの調査の中身であったりとか、うん、あとはその、尾行の実態ですね、うん、であとはあの今後小室さんであったりとか、あのいろんな対談形式で、うん、やはり探偵と、まあ、何々のコラボで、うん、こういったことが解決できるっていうようなこの発信をしていきたいと思ってます。うん、MJ リサーチさんの YouTube、あれやばいですよね。ありがとうございます。あれ見続けますよね。そうですね、あの一度見るとずっと見ちゃうって方結構多くて。なんでしょうね、あの、はい、何警察24時とか、ああいうの好きな人絶対好きですよね。はい、そうですね、うん、裏物リサーチとかそういうの好きな人絶対好きですよね。うん、そういったファンの方も結構いて、あの本当テレビみたいだって言ってくれてるんで、うん、まあ、ぜひそこも多くまた、うん、あのあらいろんな分野の面で出していきたいと思ってますので、うん、いやあれが事実なんだなと思うと、ね、今見えてる世界っていうのの価値観っていうのがまた変わっていきそうだなと、ね、本当にだいぶ変わると思います。探偵の世界が分かってくると、うんうん、はい、そこをちょっと発信したいと思ってます。うん、もう本当探偵の世界って私も知らないし、ましてやリスナーさんも知らないと思うんです ね。なのでこれからゆるサプリの方でもいろいろお話を聞かせていただけたらと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日のサプリのお客様、 MJ リサーチ総合探偵社若梅秀隆さんでした。この後は若梅秀隆さんがご担当いただいております探偵サプリへと続いていきます。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。熊本三大名物いきなり団子、さつまいもとあんこの素朴な甘さが愛されている熊本伝統のおやつです。七尾庵では5種類の味が楽しめます。飾らない素朴な味わいをお楽しみください。七尾庵で検索。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。 USP プロファイリングで検索。
縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USB プロファイラーの押谷光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月2週目は探偵サプリ、ご担当いただくのは今週ゲストに出てくださいました MJ リサーチ総合探偵社若梅秀隆さんです。さて、本職そして現職の探偵ならではのお話が聞けるとのこと。それでは若梅さん、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、こんにちは。探偵サプリを担当する MJ リサーチ総合探偵社、調査歴20年現役探偵の若梅です。まあ、前回は第1回の初日でしたので、私探偵若梅の自己紹介などをお話しさせていただきましたが、まあ、今回の第2回からは現在の探偵事情や男女問題に関わる調査事例などをお話しさせていただきたいと思います。皆さん、ゴールデンウィークは楽しく過ごせましたでしょうか。まあ、探偵はこの時期でも休みなく調査をしていました。ゴールデンウィークはクリスマス同様、浮気調査の依頼が多くなります。まあ、ゴールデンウィークは家族と過ごすし、浮気なんてしないんじゃないかと思われますが、まあ、実際はですね、ゴールデンウィーク中は家族サービスなどを行いますが、その前後に浮気相手と過ごすことが非常に多いです。まあ、中にはゴールデンウィークの初日などはまだ仕事といって浮気相手と会っていることなんかもあります。この期間の浮気はですね、一泊の旅行やテーマパークなどに行くことが多くなっています。ゴールデンウィークは浮気相手と会えない分、この前後でゴールデンウィークっぽいことを浮気相手にもするんですかね。まあ、今回の事例はですね、ゴールデンウィークには家族旅行にも行くんだけれども、仕事が忙しいとのことで後から合流すると言われ、どうしても怪しいということで調査依頼を受けました。まあ、ゴールデンウィークの前日からですね、調査を開始し、仕事のはずが車で浮気相手を迎えに行き、そのまま御殿場のアウトレットパークへ。このアウトレット、本当に浮気調査ではよく行くところなんですね。まあ、車で行きやすいのと、そこそこ遠いので知り合いにも会わず気兼ねなく2人でいられるからなんですかね。まあ、自分たち探偵が見ると、あ、このカップル浮気だな、なんていうのも見えてきちゃいます。まあ、十分ショッピングを楽しんでから早めに切り上げて、御殿場を後にして箱根の温泉旅館にチェックイン。まあ、この時期で予約も取りづらいですし、まあ、しかも貸し切り露天風呂の旅館だったんで、まあ、随分前から予定を計画してたんですかね。まあ、事前に旅館が分かっていたら、自分たち探偵も同じ旅館を予約して、まあ、旅館内での食も抑えますが、まあ、やはりこの時期なので急な宿泊もできないですし、まあ、旅館の受付でチェックインするのと部屋に2人で入るところまで今回抑えました。まあ、高級旅館などではそこまでできないこともありますが、まあ、大体のとこなら経験豊富な調査員ならここまで消化を抑えることもできます。まあ、部屋入りまで抑え、まあ、食事の外出もなくそのまま宿泊、まあ、次の日チェックアウトの、宿泊の証拠を抑えて、したら車で浮気相手の自宅に送った後、対象はそのままですね、家族が待っている、まあ、実家に向かって高速に乗って再出発。まあ、これでゴールデンウィークの浮気の証拠を抑えて、まあ、調査は終了となりました。まあ、やっぱりゴールデンウィークは浮気する方も、まあ、忙しいんだろうと感じました。まあ、今回はゴールデンウィークでの浮気の実態をお話しさせていただきましたが、まあ、ゴールデンウィークに限らず浮気調査の相談は MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube などもご覧になってください。まあ、最後まで聞いていただき誠にありがとうございました。
天場ね、御殿場ね、御殿場からの箱根ね、もう一泊旅行関東から行くって言ったら大体ここですよね。ってことは本当に若梅さんがおっしゃっていた通り、普通のこうカップルの中にいるんですよね、そういう方たちがね、対象者と呼ばれる方たちが。ゴールデンウィーク忙しいんですね、若梅さん、そして MJ リサーチ総合探偵社の皆さんもくれぐれもお体だけはお気をつけて、これからもお仕事に励んでいただきたいと思います。若梅さん、ありがとうございました。ベテラン探偵の高い調査力を適正な価格で提供します。弁護士や夫婦問題カウンセラーへのご紹介でアフターフォローも万全です。まずはお気軽にご相談ください。インターネット検索は MJ リサーチ探偵でお願いいたします。また MJ リサーチ総合探偵社が管理運営する YouTube チャンネルもどうぞご覧ください。踊れ踊れ私の占いサブリ。 DMM オンラインサロンが大人気です。占い癒しところ薬母庵オーナー萩原薬母先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ。今週は十二星座別誕生日の過ごし方喜び方編です。それでは来週お誕生日の薬母先生に向けてセクシーに参ります。おひつじ座、とにかく楽しいことがしたいのがおひつじ座。私の興味のあることあれこれしてみない？ね？おうし座、今が誕生日月の星座のおうし座さん、アロマの匂いで寝室を満たしたら気持ちいいことしちゃう？双子座、情報通で何でも知っているあなた。じゃあ私の感じるところも知っているわよね。カニ座、誕生日は自宅でゆっくりしたいあなた。一緒に湯船に浸かったらゆっくりなんてしてあげないんだから。獅子座、誕生日は自分中心に過ごしたいのが獅子座さん。その日だけはメイドのコスプレをしてあげちゃおうかしら。乙女座、いつも段取りよく真面目に過ごしたいあなた。誕生日ぐらい羽目を外してセクシーになりたくない？天秤座、コミュニケーションが得意といえば天秤座さん。ということは私の心と体も相性が良さそうね。もうバカ。サソリ座、物よりも思い出を作りたいのがサソリ座さん。目隠しをして秘密のプレイ楽しんでみちゃう？いて座、理想と行動力が一致しているあなた。誕生日は二人で行けるところまで行ってみたくなるのよね。ヤギ座、いつもは少しそっけない感じのヤギ座さん。でも誕生日ぐらいは本当はもっと熱いことがしたいって思っているんでしょ？知ってるんだから。水亀座、新しいテクノロジーが大好きなあなた。誕生日は新作のラブデバイスで
別感覚楽しんでみちゃう。魚座、精神的なつながりを大切にしたいあなた、私の名前いっぱい呼んでキュッてしてね。占い癒し所ヤクモアンオーナー萩原ヤクモ先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロットヤクモ漢数字の8に空の雲と検索をしてみてくださいね。今週は新しいキーワードバーカをいただきました。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、今週もエンディングの時間が近づいてまいりました。ご視聴ありがとうございました。来週のゲスト、そうです、5月はいつもお世話になっている先生方にフォーカスを当てる月間となっております。ということで第3週この先生の登場、占い癒し所ヤクモアン萩原ヤクモ先生に1年ぶりにお話を伺っていきたいと思います。さて今週末です。私仙台に参ります。仙台の皆さん聞いてますか。ということで小室より特別講演会 in 仙台、こちらを開催いたします。セクシャルエデュケーション男女コミュニケーション専門家小室より特別講演会、夫婦間夜のコミュニケーション真剣に学びましょう、ということで2日間にわたって行います。1日目5月12日金曜日、時間は19時から21時の2時間、夜の部ということで夜にちなんだお話をさせていただきます。そして昼の部、これが翌日5月13日10時から12時、朝の10時から12時ですね。こちらも楽しみにしていただきたいと思います。昼の部ということなので真面目にお昼らしいお話をしていきたいと思います。この講演にご参加いただくと、まず夜の部は何が持ち帰れるのか、これからのパートナーシップのあり方、時代に取り残されないパートナーシップをお持ち帰りいただけます。そして翌日の昼の部は風通しが良くなる会社内での男女のコミュニケーション、具体的にはハラスメント対策をお持ち帰りいただく予定です。楽しみにお越しください。お申し込みお問い合わせは小室より Facebook インフォメーション、小室より Facebook インフォメーションをご覧ください。 Twitter でも順次情報を流してまいります。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。愛は与えることによって成長する。人に贈ることができるのは自分が持っている愛だけだ。愛を持ち続けるためには愛を与えるしかない。アメリカの教育者エルバート・ハバードの名言です。愛されたいという前に、あなたは誰に愛を与え続けたいですか、と考えることが必要なのかもしれませんね。私はこの番組を聞いているあなたに愛をお届けします。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。私から